これは、約ね、まあ、1ヶ月前に作った一番最新のね、固形展開体で、超固形展開体ね、一応10個タイプ、まあ、前回の動画で、まあ、増やしてるやつで、あれからね、1ヶ月ほど経ったんで、まあ、まだね、ほぼほぼ変わらず、ええ感じでね、発電してますんで、まあ、途中経過、ね、形でちょっと動画撮ってます。またね、もうちょっと様子見ていって、またこのタイプのね、まあ、発電バッテリーね、ちょっと作って、会社の方のね、設備にまたつけていきたいなと思います。